今回は振り返り会です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今回振り返るゲストは、はい、沖縄県那覇市出身で格闘家として日本の総合格闘技団体ファンクラスで初代ファンクラスストロー級王者、初代ファンクラスライトフライ級王者、初代ファンクラスフライ級王者の3階級制覇などの活躍をしながら、沖縄県那覇市でキックボクシングジム、クロスラインや放課後等デイサービスなどの代表されている須鍋光久さんを振り返っていきたいと思います。はい、まず3つのポイントですね。1つ目ファンクラス、2つ目サポート、3つ目株式会社クロスライン。それをまとめた、ラベリングとしては地域をファンクラチオンで支えるといったことになりました。その理由としては、須鍋さんは総合格闘技の世界で日本一に何度もなるほど一つの分野でプロフェッショナルを極めてこられた方です。そんな須鍋さんは現在総合格闘技を行いながら、一方で株式会社クロスラインの代表され、地域のプロ、アマ、老若男女問わず多くの方へフィットネスを通じて総合格闘技の経験を存分に活かしながらサポートをされています。そんな須鍋さん、まさに地域をパンクラチオンで支えると感じラベリングさせていただきました。ちなみになんですけども、このパンクラチオンという意味ですね、これは、そのパンクラスの、名前の団体の語源にもなっているんですけども、この実際もっとパンクラチオンって言葉がありまして、これは古代ギリシャのスポーツなんですね。これは格闘技であったり、近代版同盟競技とか、あとは格闘技であるギリシャ、別名ですね。ギリシャ語で格闘技でもあるんですけど、別の言い方として全力の意味でもあるんです。なので地域を全力で支えるっていうことをファンクラシストなので、地域をファンクラチオンで支えるっていうふうに言い換えたっていうことですね。わーすごい。はい、ということになるんですけども、この放送を通じて須鍋さんの印象、いっちゃんどうでした？須鍋さん、まあ、あと終了して思ったんですけど、須鍋さんの目が、本当に子供の目みたいに純粋なんですよ。あの、キラキラしてるってことですね。はい、なんかお話しするときに、すごい人の目をじっと見て、あの、なんていうんですか、理解できないわけじゃないですけど、なんか一生懸命聞くっていう感じが、目にとっても出てて、しかも純粋な目してて、子供が、この、ね、お話聞くときの純粋な感じを思い出すような感じで、格闘家としてこんなにすごい方なのに、目が純粋で子供みたいで、びっくりしました。まあでも本当にそういうところが、この今の、多分須鍋さんを作ってるんかなって思いますね。そんな、まず理念、須鍋さんの理念、振り返っていきたいんですけども、まずは選手として、須鍋光久を通じて、個人の思いや毎試合ごとにスポンサー料の半額、それを復興支援金を募っているので、それも含め興味を持ってほしい、会社社長としてプロ選手や事務生の雇用、株式会社クロスラインを通して各々の目標達成をサポートしていきたいですと、そういった理念で、日々活動されているんですけども、これを聞いた時にものすごく感じたのは、あのポイントの中でも3つのポイントの中にこれを見てサポートって入れたんですけども、本当に理想的な人だなって思いましたね。誰かのためにっていうのが、あの大前提として掲げられてるので、あのもちろん自分を自分のために何もやってないわけじゃなくて、それは選手としてない、選手として、それ以外のところにも、格闘技選手って長くないんですよね、実際に。それも含めながら、その今自分が関わっている方々、そういった方々に少しでもこのプラスに、なりたいなってことで、すごかったのがですね、この経営の仕方ですよね。面白かった話が。だって須鍋さんが、自分は全然この物欲とかないんですよ、で、そのいろんな場所で、その事業所で上がった売り上げっていうのは、基本的にはもう須鍋さんは給料、もう
固定にしてるって言ってたんですよ。うん、あの代表だから、自分で給料上げてもいいじゃないですか。じゃなくて、あのその場所で、事業所で上がったものはみんなで分配しなさいと。うん、っていうところで、みんなで還元するようにしてやってた。うん、その理由としては、このやっぱり格闘家、プロアマ問わずっていうことを言ってるのと、そこなんですけど、本当に、ご自身も、プロ格闘家として、その、食っていくのが大変っていう経験をしてるからこそ、うん、その、仕事のところのストレス、うん、あとはセカンドライフですよね。うん、そこも見据えながら、はい、しっかり格闘家としての経験を活かせる仕事で、ちゃんと飯を食える、はい。しかも格闘家として、成り立たせる。まあ、そういった、二つ三つぐらいね、考えながら、こういった授業をしてるんだな、というふうに感じましたね。それを、ま、聞いていたのどうでした？会社の名前で、クロスラインって、交わるところって言ってた。はい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 。本当に、スナベさんが、交わってない人たち、うん、この人がここでいて、うん、なんだろう、こっちにいる側の人と反対側にいる人が、絶対交わらなかったんですけど、スナベさんがいることによって、交わってうまくいくっていう、つなぎ役の、つなぎ役みたいな立場、役割をしていることがよく、ね、話聞いててあるんだなと思って、上手なんだなと思って、そこも、面白い、マジで、つなげる人ってすごくないですか？本当に、自分がだから主体じゃないから、この人とこの人がつなぐといいのかなとか、あとはもう一個言ってたのは、本当に、おのおのが、はい、やっぱり長所があるから、自分が全部できなくていいんだっていう、もうその、なんだ、謙虚さというか、はい、それがこの人間としての素直さというか、懐の深さをものすごく感じた部分なんですよ。うん、だからこの、いろんなスタッフとか、みんなついていってるんだろうなと思うし、うん、あとなんかこの、自分がもともと小さい頃に、憧れた、はい、例えばスーパーマンとか、スーパーヒーローとか、そういったところで、もう一個、放課後等デイサービスをやってるところに、格闘家がいるっていうことを、おっしゃってたところで、すごいいいことだなと思ったのは、この日頃、その放課後等デイサービスで子供たちと、関わってる、そのスタッフが、実は格闘家で、そのリングの上に立った時に、ものすごく輝いてて、ヒーローのように、活躍してるのを見たときに、いつもそばにいるお兄ちゃんが、ものすごくかっけーっていう、それっていうのは、やっぱものすごく生きる力になるし、なんか目標、なんでもいいんですよ。お兄ちゃんみたいになりたいって、その感じでいいと思うんですけど、そういったこの、一番そばに憧れを作るっていう、これって簡単じゃないので、ないと思います、本当に格闘家としての、その、何が、長所なんだっていうところと、はい、その自分が素直な子供の時の純粋さを、純粋な気持ち、はい、それをそこの視点がある、子供の視点があるからそういう風な発想が出ると思う。そこがすごいなと思うし、実際それでやっぱり応援される選手自体も力になるので、もうみんながウィンウィンだなと思いましたね、それは。あとはね、この今もうちょっとフェイスブックとかで上げられてるんですけど、その脱毛さん、あ、はい、ね、これも実はそのスナベさんが、はい、引き寄せてるなっていうのもありますよね。これも本当にね、人と人とつなげる、そうそうそうね、このひょんなことでその関わって、でそれで、実は困ってるんですっていうところで、じゃあちょっと私も一緒にやりましょうかっていうところで、はい、その脱毛サロンも実際も始まってますっていう感じで、Facebook でいろいろ発信されてますので、はい、趣里の方でやられてるみたいなので、ぜひね、ちょっと気になる方見ていただきたいっていうのもありますし、はい、その、実際クロスラインの方にジムされてますので、はい、ぜひ行ってみてください。このプランも問わず、誰でも老若男女、本当にフィットネスとしてご利用できるそうなので。はい、そうですね。女性も行きやすい、女性だけの時もあるって言ってましたよね。本当になんか、ワンピース大好きなんですよ。みんなこのクルー、仲間みたいな感じで、はい、お客さんとかじゃなくて、お客さんなんですよ、もちろん。みんな仲間というように、
関わる方は自分のみんな仲間としてその考えている、そういう発想を持っているのがもう砂部光久という方になりますよね。はい、はい、というところでですね、まあ、今回はですね、沖縄県那覇市で、このクロスライン、株式会社クロスラインですね、放課後とデイサービス、あとは、脱毛サロン、はい、そういったものを運営されている、砂部光久さんを振り返っていきました。以上になります。はい、株式会社クロスライン代表総合格闘家砂部光久さんへのご連絡先は Facebook、Instagram、Twitter で砂部光久で検索お願いします。 YouTube の概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。 See you! Da 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 da